4月13日、朝の御言葉。私の愛する方は、私にとっては、このぶさの間に宿る、もつ薬の袋のようです。画家一章十三節。もつ薬は、キリストの方として、誠に適当である。それは、値高く、放かあり、心地よく、癒しの力を持ち。 防腐、消毒の作用があり、犠牲にも関係があるからである。しかし、キリストはなぜ、持つ薬の袋に例えられるのだろうか。第一に、それは、豊富さを意味する。少量ではなく、箱いっぱいの持つ薬であられる。一輪の花や小枝ではなく、大束であられる。種の中には、 私の一切の必要を豊かに満たすものがあるそれゆえその恵みに欲するのをためらわぬようにしようではないかさらに私たちの愛するものは変化に富む点において袋に例えられるなぜかキリストの中には必要なものが一つではなくキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が 形をとって宿っているからである。殺さえ人への手紙、二章九節。すべての必要は、キリストの中にある。その異なるご性格を眺めて、あなたはその多様性に驚くであろう。すなわち、預言者、祭司、王、夫、友、羊飼いなどである。主の生涯、 死、復活、昇天、再臨などを考え、主が備えておられる特性、恩は勇気、自己否定、愛、忠実、真実、正義などを見ても、尊いものをことごとく含んだ束であられることがわかる。主は、持つ役の袋のように大切にされるべきお方である。床の上に投げたり、 踏みつけたりするものではなく、放送された持つ薬であり、手箱に秘蔵されるべきものである。私たちは最上の宝として扱い、その原稿をたっ飛び、私たちの持つ主に対する思い、知識を悪魔に盗まれないように、情をかけて守らなければならない。さらにイエスは、とっておきの持つ薬の袋であり、 無比の恵みを象徴するものである。まだ世のもといの据えられなかった時から、その民のために性別されていた。主はその香りを、主との交わりに入る方法を知る者、また、主と親密な関係にある者にのみ与えられる。お主の奥義に入ることを許された人々、主がそのために、 ご自分を性別された人々は幸いだ。私の愛する方は、私にとっては、このちぶさの間に宿る、もつ役の袋のようですと、言える人こそ、神に選ばれた幸いな人である。